サービスサッカーアカデミー台所ジロシリーズでございます。お待たせしまして、今回はザルツブルク伺っていきたいと思います。さあ、欧州チャンピオンズリーグ出場チーム、そして南の匠選手所属ということですから、徳川雅也選手、うん、あ、そうですね、あ、申し訳ありません、井上真と申します。ノーミルク佐藤でございます。プロサッカーデータマンの佐藤選手に伺ってまいりますが、はい、いやー、ちょっとこれね、チャンピオンズリーグを見ていく上で、はい、まあ、もちろんダゾーンも入ってますから、うん、もうやっぱり日本人所属のチーム、もちろんそれはレジェンドチーム、なんか大きいチームは見ますよ、そら、ですが、日本人所属チームを見るときに、はい、やっぱりもっと楽しみたい。そうなんですよね。その所属チームの世代分布、ポジション分布、はい、そして仲間たちの個性、余すところなく先生にね、今日もやっていきたいなと思います。甘えっきりでいいですか？もう大丈夫でございます。このチームはなんと、余すところなくの中に、特にでも余すところなくの前に、これ、ここを伝えなければならないんだっていう人がどうしてもいるので、なるほど、伝えたいものがある。わかりました。伝えたいものが開けちゃっていいですか？よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、オーストラリアにお邪魔しまして、ザルツブルクの台所ちょっと変わりましたけど、はい、オープン、ザルツブルク開きました。お、はあ、こんな、うわ、わっけ、若いチームですね。若いですね。だってチャンピオンでしょ。チャンピオンですよ。ベルギー、ベルギーでオーストラリアチャンピオン。はい。おー、ほうほうほう。この表の見方に関してはですね、まあ、冷蔵庫の中身というふうに思っていただいて、まあ、下に行くほど若い、上に行くほど熟成素材ということになっております。うん、新鮮素材とね。そしてこの縦が、野菜室、お肉室、はい、みたいなね、はい、冷蔵庫の部屋のように分かれております。色はポジションとその個性、プレースタイルを表しております。はい。もしくは表の見方をご覧いただきたいと思います。はい。お願いします。はい、ということで、じゃあやっていこうと思います。まあね、はい、まず、うん、これで見たらっていうところですよ。まずこの人言わなきゃいけないですね、まずはね、はい、まあ、匠南野ですよ。いやー、もちろんそうですね。ね、あの、さっきマーさんは、そして、うん、こちらの表をご覧にいただいて、今ね、ご視聴、はい、いただいて皆さんも、若っって思ったと思うんですけど、いや、若いっすよ。23歳、4歳までにほとんど入っちゃってる。はい、うん、ただ南のこのチームに加入したのいつだったか皆さん覚えてらっしゃいますか？あ、でも結構いるイメージですね。今年なんと6シーズン目です。6シーズン目、今南は24、はい、になるんですけど、えってことは何、10代の時からいるの？そうですよ。あ、10代の時からいるの？はい。ああ、そうですか。そうなんです。立派ですね。ずっとチャンピオンチームでレギュラーも確保。そうなんです、ね。やっと代表のメインキャストになってきてると。いや、そうなんですよ、ある種いないタイプですよね、今まで。全然いないタイプではありますね、日本のね、プレイヤーの中でも、うん、着実にこの1個のチーム で、ね、確かにいない、まあ、久保優也選手がそれっぽい分もありましたけど、これだけ一つのチームで長くやってるのって、長谷部選手と、そうだよね、ある種長友さんはメジャーになってからのかなと、さらにですから、そうですね、うん、インテルのイメージ、まあ、そうですね、うんうん、で、あの、南野選手も、うん、だからある意味ここの表で言われる2001とか2000年ぐらいの選手の時にも当然入ったみたいな状態だったんですよ。田村選手ぐらいの感じで入ってきたってことね。そう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 、うんうん、でしかもその年ってすごくて、うん、いわゆる高卒1年目のシーズンだったかな、うん、に J リーグであのフルセレッソでね、そう、34試合中30試合に出場して、うんうん、それも、ま、まあすごい、ね、すごいことなんですよ、うんうん、でその年の冬に、うん、やってきたんですよ、このオーストリアに。セレッソに1年しかいなかったの、トップチームには。あ、うん、実はね、3年いました。ああ、そっか、うん、あの、高3からスタメン。ああ、そっかそっか、そう、ああ、そっか、あの、ごめんなさい、もう久保建英的ななるほどね、そう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 か、だったんですよ。だから、あの、このシーズンってもう、うん、もう、すさまじくて、うん、南野選手休みなかったんですよ、2014年まずフルシーズンリーグ戦で戦ってきた後、うん、そのまま移籍して2014-15シーズンで、シーズンも違うもんね、だってね、休みなし、うん、で後半戦ほぼ休みなく13試合出ました、うん、だ1年半の間でカップ戦だとか含めまして、うん、50試合以上出ます。うわー、チャンピオンズリーグ出場国だね、出場チームだね、そ、そう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 、ぐらい出てるなんですよ、うん、で、海外2年目というか海外のフルシーズン1年目となった2015-16 シーズンで、うん、なんと2桁、うん、そこでっていう、そうか、奪い取ってんだもんね、ここでね、そうなんです、うん、そこからずっと来てるよってことにはなってたりするわけですよ、うん、もう実績的には変な話、あの 5大リーグに行っててもおかしくないような実績はあるわけです。そうですね、ブンデスで、それこそあのザルツブルグというチームは、はい、ライプツヒ、はいはいはい、との、まあ、提携関係みたいな感じ、レッドブル、そうそう、あるので、
大体毎年一人上がるんですよ。あ、ザルツブルク。そうなんですね。ザルツブルクからライプツィヒに。はいはい、うん、いつかはあるんじゃないなんて言われてる一人がやっぱり南野選手だったりはしてるんですよね。そうなんですね。確かあれですよね。このチームは、クリスティアーノ選手もいた。そうですね。で昔はあのサントス選手とか、あと宮本。そうですね。宮本常様もここにいらっしゃった。そうなんです。イケメンを撮りたいんですか、ここは。ね、まさかそんな。そうでしたね。そうなんです。はいはいはい。はい、うん、で、あともう一人、やっぱりお伝えしなきゃいけない。はい、もうこの人も伝えたいというところで言ったら、奥川雅也選手ですね。うん、そうですね。はい、うん、まあ、皆さんもしかしたら奥川雅也よくちょっと実はまだ分かんないよねっていう方もいらっしゃると思うんですけど、もともとは、琴のネイマールと言われてました。琴のネイマール、琴っていうのは京都の、ね、はい、そうです。古い都と書いて、琴のネイマール。琴のネイマール、いいですね。はい、呼ばれていたのが、この奥川選手だったんです。だから、もちろん分かると思うんですが、いわゆる京都ユース出身でございます。私が宇都宮の小太りのメッシって言われたのと一緒ですか言われてないです。はい、はい、で、はい、その後あの京都に入りまして、うん、まあ、京都のなんと、1年目、というか半年しかいなかったです、プロとしては。はい、で、ザルツブルクに来ました。ほう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 。日本のプロ在籍期間は半年だった、はい、で半年って言っても、うん、いわゆる1月にいわゆる加入するじゃないですか、はい、で試合始まるの3月じゃないですか。そうですね、3ヶ月しかいませんでした、試合的な意味で。それで見出されてしまって。そうなんです、でレッドブル来て、ただ、うん、その後はずっとリフェリングに行ったりだとか、マッテルスブルグに行ったりだとか、うん、去年に関してはドイツの、ホルシュタインキールに行ったりだとか、レンタルがずっと多かったんですよ。あ、そうだった。ただそのレンタルの期間を経て、うんうん、ついにトップチーム。そういうことなんだ。そうなんです。海外経験も長いわけね。でもあらゆるところ行っちゃったんだね。経験豊富ですね。経験豊富なんでございます。そしてもう一人、はいはい、この選手もついでに、ついでにというか、うん、もう当然のごとく知っててよというのはですね、はいはい、もう一人、一番右フォワードのランド上から2番目の選手、はいはいはい、ファンヒチャン。ファンヒチャン聞いたことあるぞ。ファンヒチャン韓国代表です。韓国代表の選手でございます。 J リーグにはいなかった。J リーグには実はいない選手なんですけど、あのリオオリンピックとかも、いわゆる彼出てたりするの で、 それもあって聞いたことある人は多いと思うんですよ。はいはいはい、あと、うん、よく、あとあれだ、もう一つ知ってるかなと思うのが、うん、実はですね、あの、もともとはあのポハンスティーラースの下部組織、いわゆるユース出身なんですけど、韓国の、その後にそのまま韓国のチームに行ったんじゃなくて、うんうん、ユース段階でザルツブルグユース行くんですよ。ほうほうほう、そんなのあるの。そう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 、日本ではあんまないね、そんなね。そうそう、だからもう、うん、長い間もう南野選手や奥川選手とは一緒にずっとやってるんですよ。うん、そういうことか。じゃあ兄貴的存在だね、はい、南野選手なんか。そうなんです、アジアの兄貴、はい、ね。でただ、うん、実はこんなところにも行っていて、うんうん、昨年いなかったんですよ、ファンヒちゃんって。あ、そうなの。そう、ずっとあのレッドブルグ、このザルツブルグにいたんですけど、去年急に「いやお前」って言われて、うん、急にレギュラーがなくなり、あら、レンタルどこに。それがなんと、うんうん、ハンブルグ SV。 あらららら。だから坂井光太君、伊藤達也とも一緒にやってた。ああ、そうですか。そう、へえ。結構日本人ともいろんなところで、そうそう、馴染み深いような選手だったりも、うん、そうするんでございます。そうなんだ。先日行われた、韓国代表にも呼ばれて、ちなみにスタメン右ウィングバックなんてやってたかな、確か。ほうほう、ウィングバックなんだ。そう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 、代表では。そう、そんな選手でございます。なるほどね。はい、だいぶ先生立体的に見てきましたよ。ありがとうございます、まあそれでちょっとキーパーぐらいから見ていこうかなと思いますけれども、はい、バルケ。そうですね、ベテラン、ここなんかゴールキーパーいいですよね、はい、ベテランがちゃんと一人いて、はい、中堅がちゃんと一人いて上 で、ね、競い合う若手が二人、はいはい、これも、はいはい、素晴らしい、バランス的な素晴らしい先生が理想的と呼んでるこのカーブですね、はい、島もこんな感じですもんね。そうですね、そして中盤見ていただいても分かると思うんですけど、はい、中盤も同じ、あ、まずディフェンスラインと中盤、はい、これらも同じで、うん、ディフェンスラインってまたウルマ、そして中盤だったらユヌゾビッチ、はいはいはい、この2人がそれぞれベテランの位置でそれぞれいてくれてるわけですね。ポジションコーチみたいなね、ポジションキャプテンみたいな。そう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 、でウルマがその同じくサイドバックとか、あとはセンターバックの選手たちの中心的な位置にいて、でユヌゾビッチがこう
中盤から前をこう支えていくような感じが、ちゃんとここマネジメントがねされてるわけですね。そうなんです、でもただやっぱりザルツブルグでフォワードで結果残していく選手っていうのは、どうしても上に取られてっちゃうっていうところがあるので、フォワードのところだけベテランはいないよって感じにはなってますけど、ただそれだけこのチームでフォワードで出るってやっぱりすごいことですし、このチームやっぱり毎年ずっと優勝を続けてるチームなので、オーストリアの中でそのチームのエースとなりゃそりゃもう取られる、そうなんです、そういうチームでもあるというわけだね。はい、で今年ね本当にいい選手いっぱいいるんだけど、まずザルツブルグ、それこそオーストリアリーグをどうしても雑音も含めて見ることができないというところがあったりするので、なかなか難しい、だからまず端的に分かりやすくこの人を見ろと言われたら、南の奥側ファンフィッシャーを見てほしいんだけど、僕はこの男を見てほしい、ハーランド、ハーランド右下を見てください。19歳2000年のところに緑でハーランドという、めっちゃ若いですよね、めっちゃ若いんです。はいはいはい。まずちなみにハーランドという名前は聞いたことありますか？ちょっと聞いたことないです。ハートランドビールを今緑から連想してお酒飲みたくなっちゃってますけどすいません実はですね、はあはあはい、このハーランド選手っていうのは、ノルウェー代表の選手なんですよ。おお、あれ、そしてこの純粋緑センターですよね、でかいんじゃないですか。お、正解、そうでしょ、ノルウェーですし、なんと194、いやー、いやー、あいつの最大、名前忘れましたけど 2m2cm あったノルウェーのね、そう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 、そ う, そう、なるほど。でもちろん電柱系、いやもうね、もう、え、あ、わかった、これはもう皆さんですね、今もうね、電柱系は古いんです、古いのね、古いんです、電柱系なんて言葉が古いか。そう、あのこの間、もしかしたら先に出てると思うんですけど、井戸端の方でも話させてもらったんですが、今あの、例えばバスケ、バスケでもいわゆるセンターって呼ばれる選手って、まあ、あのゴール前で、こうなんか、ゴリラ系のね、そうそう、リバウンドとかって多いじゃないですか、今はもう、センターでもスリーポイントできなかったら、スタメン厳しいよっていう時代なんですよ。ああ、そう。ゴリはフリースロー下手ですもんね。そう、でもそんなのできなきゃダメなんですよ。なるほど。でこのハーランド、なんか現代型の小センターフォワードなんですよ。195ありながら、はい、ああ、じゃあどれぐらいでこの人ね、今、このオーストリアのこのリーグが、この今、我々が喋ってるその9月の6日の段階で6試合終わってるんですけど、さあ、何得点してるでしょうか。何節、もう一回ですか。 6節、先生がそう言ってるんだ。 5点、8メッシクリロナのやつ、試合数超えちゃった。で、あとフル出場してきてるわけじゃなくて、19でしょ、そんで6試合だから、あの1試合あたり90分なので、 6×90 で540分出てるぐらいじゃないですか。ああ、全部フルで出てたら、途中で交代することもまだしばしば、だってまだ体出来上がってないから、それでいったら、480分ぐらいしか出てないんですよ、なんで60分に1点決めます。すごい計算立つ、それは勝利への。ちなみに言うと3アシストしてるので、6試合で11ゴールに関与してます。あ、ポストしてよし、ね、頭よし足よしって感じですか。そうなんですよ。ただハーランドには伝説があるんですよ、はいはい、何年目なんですかねこれ。え、ハーランドですか。加入今、8ヶ月です。あ、入ったばっかりのね。そうです、あのいわゆる2018-19シーズンの冬後半に入ってきた。そう、伊東純也選手と同じですよ ね、 あ、そのね、海外とか、ね、それぞれチーム加入したチームが。で、そんな、昨シーズンが終わった後、いわゆる5月6月ですけど、これハーランド。そう、あ、かっこいいじゃんハーランド。ハーランド選手、とある記録を打ち立てまして、日本代表も参加したの U20 ワールドカップってあったのは皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。日本もね、残念ながら惜しくも、ベスト16かなで負けてしまったというところがあったんですけども、ノルウェー代表でハーランド選手選ばれました。おめでとうございます。まあそうでしょうよ。ただね、ノルウェーはグループステージは負けちゃったんです。あ、そう。ただハーランド、得点王なんです。グループステージ負けちゃったのに、はい、何点取ったの。さあ、そこでとあることをやってるのか、この男、はい、グループステージ、第3 C 組第3節、ノルウェー VS ホンジュラス、ホンジュラス、さあ何対何だったでしょうか。すごいやつだ。じゃあ、はい、9対0、12対0。覚えてなかった、そのニュース。ハーランドの得点、はあ、トリプルハットトリックです。9、うわあ当ててもうた。すごいわハーランド。あ、その時話題になった子なんだ。そうなんです、実はがザルツブルグに今いらっしゃ るの。うわお。だから、はあ、
今年、うん、単純やっぱりチームって大事じゃなくて、チームが優勝すること、はい、チームが勝つこと大事でしょ、はいはいはい、だから南野ちゃんと得点しろよっていうふうに皆さん報道を聞いててあるかもしれないけど、はいはいはい、奥側も頑張れよって思うかもしれないけど、はいはいはい、違うの、あの、はい、尋常じゃないストライカーがいるの。なるほどですね、うん、自分が決めることも全然言ってもいいんだけど、だっているんだもん、いるんだもんね、うん、じゃあ出そうぜってなっちゃう。ああ出すのが仕事メインになってくるわね。そうそうそう、ああそうか、間違いなくバイエルンとかそういうの行くような人でしょこれ。行くでしょ、だって19だからまだまだ背伸びるよこれ。いやレアルとか行くよ、うん、そうでしょ、このままだと190何センチ4で19でしょ、はい、2メートル行くよこれ。行く行くね、あとレッドブル飲んでるしね、飲んでる伸びる伸びる、で翼もだから入りますよ、その飛ぶしね、うん、すごいなこれは。だからねハランド、これもすごいんだけど、南のね、うん、5試合で出てて、うん、3ゴール2アシストなんですよ、はい、あの普通で考えたらこれも常軌を逸した怪物なんですよ、うん、まあそうだよね。ただハランドは、うん、それをさらに超えていくんですよ。面白いな、これ見やすいチームですね。そう。日本人二人いて前線に。だから分かりやすいのが、うん、あの、ファンヒシチャンと奥側が、うん、あの、サイドで起点作ります。ああ、そうだね。そこから南野に出して。ちょ待って、想像させて。どこと当たるんだっけ、空想チャンピオンズリーグ。ザルツブルグが当たるところ行きますよ。うん、はいはいはい、まずは、伊東純也選手のヘンクと当たります。ヘンクとやんだもんね。はい。うんうんうん、そして、うん、ナポリと当たります。ナポリと当たりますよ。さらに、うん、リバプールと。リバプール、そうだ、リバプール、この間ヘンクでね、空想チャンピオンズリーグやってもらいましたけど、得点シーンちょっと振り返ってもらっていいですか。かしこまりました。ええ、右または左、だからもう、ええ、リバプールのサイドバックのアーノルドとかとこの目つぶってみんな、うん、ファンヒちゃんや奥側が頑張って1対1で頑張るんです。いやそうだよ、で頑張ってそこからクロスじゃなくて、うん、単純にクロス上げてしまっても真ん中にはファンダイクがいる、ファンダイクがいる、だから ただハートランドもいますからね。そうだ、場所取り合いしてますよ。ただだけど、うんうん、怖い、可能性が確率が低いかもしれない。そうだね、だから一旦真ん中に、いわゆるサイドバックとセンター、ボランチとセンターバックの間、うんうん、間に誰もいないでしょそんなところに。入り込むのが南の匠、いたいよ南の匠、俺たちの南の匠が入り込む、入り込んで、うわこいつ、うん、ハーランドにパスじゃなくて、なんだと、うんうん、こいつだと、そうだね、こんなやつ何もできないだろうって思うでしょ。やばい、これはファンダイクが来る、うん、その瞬間、その裏に抜ける、さっ、その名の通り、ハーランド巧みな技をね、見せて行くんですよ、うん、で、ハーランドが裏に抜けた瞬間に匠がパス、そう、パス、そうですよ、そんな感じなことが起こると。ハーランドはドガンもあるし、匠がそのままドンもあるし、皆さん、この間、はい、南野選手ゴール、大迫選手ゴール決めたシーンがあったかと思います。ありましたね、あの日本代表でしょ、そうそうそう、長友選手が左から上げて、そう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 、うん、とかもあったし、はい、あとその後にね、南野選手も決めましたよね。そう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 、うん、実は2人かなりあうんの呼吸でできてるんですよ。誰と誰が、大迫と南野が、うん、はい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 、でこれは元からもそうだったっていうのもあるんですけど、ほう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 、南野選手そういう真ん中でちゃんといてくれてるようなフォワードがほっとの相性がいいんですよ、はいはいはい、なるほどね。だから今年ハーランドが得点決めてるのも、うんうん、南野選手ってアシスト以外の行動でも作ってるんですよ。つったりしてるわけだ。そういうことです。はー、ザルプツブルグの大迫なわけですね。そういうことなんです。面白い、なるほど、ね、日本代表と同じような仕事をしてる。そういうことです。ある種ここにいることはすごい無駄のない仕事。だからもしかしたら今年移籍の話とかもあったかもしれないけど、むしろハーランドと一緒にやることによって彼はまだまだ伸びることができる。なるほどなるほど、いい相方を得たようなもんだな、これ。そうなんです。あら、今年も優勝候補ヒット。確かにどっかの5大リーグのなんか勝てないようなチーム行くよりも、こうチャンピオンチームで毎回毎回そのなんかいいトップの若いやつが入ってくる、うん、抜けていくけど、はい、そこにいるこのなんていうんですかね、ツッコミとしての面白さあるでしょうね。ツッコミっていうか、その何ですか、トップ下としての、はい、なるほど。わあ、ザルツブルク面白いね。ちょっと面白いでしょ。ちょっとすげえ面白いですわ。はい、ということで、はあ、先生、これチャンピオンズリーグ楽しみ、楽しみでしょ、皆さん。うまいこと喋りますね。ありがとうございます。今日はね、なるほど。はい。ということで、奥川、南野、そしてファンピちゃん、そしてハーランドがいてですね、はい、この、ザルツブルクの台所事情、選手分布について先生に伺ってまいりました。ありがとうございました。ということでね、今日は、ウィーンじゃない、オーストラリアに、オーストリアにお邪魔しまして、はい、ザルツブルクの台所の、そに入ってね、はい、冷蔵庫開けちゃいましたということでございました。すいません。ということで、はい、ルクサッカーで毎日ね、コーナー織り交ぜてやっておりますので、ぜひチャンネル登録してくださいと、はい、ライブ配信は月曜日の9時からやっております。毎朝動画を、ね、録音したやつを届けておりますのでね、やっております。お耳で楽しむ、サッカーコンテンツ感染力、そしてもっと楽しんでいただくためにね、そうですね、アップデート
デートしていきましょう、脳みそ、はい、ということでございますんで、先生ありがとうございました。ありがとうございました、ね、ライブが9月15日渋谷ロフト9でやります。生の脳みそ佐藤先生に会うことになりますね、うん、もうハートランドよりもでかいですからね。そう、ハートランドより僕の方がでかいですからね。2メーター何十センチ、六尺三寸の男、ね、その美目秀麗にしていいですね。ぜひ顔を見に来ていただきたい。はい、よろしくお願いします。いますのでね、愛すべき方なんでぜひ。ありがとうございます。はい、ということでございます。ミルクさん、かかで見の前でした。ノーミー佐藤でした。今日もありがとうございました。チャンピオンズリーグ楽しみましょう。いってらっしゃい。いってらっしゃいませ。